マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートアドバンス、マリオカートアドバンスは2001年に任天堂より発売されたゲームボーイアドバンス用レースゲーム。マリオカートシリーズの第3作目となる。国外でのタイトルはマリオカートスーパーサーキット。価格改正前の任天堂 d 3DS 購入者対象であるアンバサダープログラムにおいて、 同年12月16日より 3DS のバーチャルコンソール版の無料限定配信が Nintendo eShop にて開始された。2014年11月13日 Wii U バーチャルコンソール版が Nintendo eShop にて販売開始された。価格は7.99ドル。2015年7月22日には日本の Nintendo eShop でも ウィーン・ユー・バーチャル・コンソールとして配信された、携帯型ゲーム開発のマリオカート。一作目の、スーパーマリオカートをベースとした作品のため、前作、マリオカート64ではなかったコイン製、リトライ回数制限などが復活している。後の同シリーズ作品は、64をベースとしたものが主流なので、その意味では、唯一の、スーパーマリオカート直径作品とも言える。 ただし、登場キャラクターは64と同じである。本作ではシリーズ初の要素が多い。なお、ゲームボーイアドバンス以降の携帯型ゲーム機で展開されたマリオシリーズ作品の中で唯一、任天堂 t e n d o 64における 3D 作品と同様のモデリングデザインが使用されている。前々作、スーパーや前作、64とは異なり、一人数とに、 個性が用意されている。コムキャラクターの初期配置は過去作と同じく選択したキャラクターごとに決まっており、64とは異なり1レース目のライバルキャラクターも固定されている。2レース目以降はコムの中で総合順位が一番上のキャラがライバルとなる。グランプリでは4コース5カップの20コースがある。これらに加え、1回のグランプリでコインを100枚以上。 取ると、そのカップに応じた、スーパーマリオカートのコースが現れる。ただし、本作の関係上コース配分は編集し直され、一部ギミックを削除した簡易コースとなっている。ちなみに、1カートリッジプレイで使えるコースは、おまけコースのキノコカップの全4コースのみとなっている。グランプリ、タイムトライアルでは、新規コースは3周、おまけコースは5周。 内はそのコースが再収録された作品。内はデザインの元となったコース。ありがとうございます。